辻、ベンドラメ、竹内康介、安藤修斗、花丸、竹内、ジョージ、ギャビン・エドバーズ、まあ、さらに若手、有望株、渡辺飛球、そして張本天傑という豊富です。東京オリンピックまで1ヶ月を切った。左サイドには竹内、ジョージというところもいるんですが、中、ギャビン・エドバーズ、インサイドを取っています。そしてバスケットカウント、ファウルもありました。さあ、金丸、そして安藤、金丸の、ここはスリーポイントありません。今度ギャビン・エドバーズ打ってきますが、これを決めてくるのが金丸です。まず1本目、富樫のポイントがあるのかどうか。今日のゲーム飛び込んでいく、そしてフリーになった安藤、シュートも決め、しっかり決めています。同じ千葉のギャビン・エドバーズ、そのあたりのコンビからスリーポイント、実はギャビン・エドバーズこのスリーポイントの確率シーズンでも4、ショットクロックは10秒です。張本どうするか、中に行く、お入りました、バスケットカウント。リードした状況ですが、ロシター、ロシターが飛び込んで、最後は竹内康介、決めましたね。思わず阿部さんも拍手を送りました。今度安藤誠也、この辺りはしっかりと組み立てます。抜け出して、おー、シュート決めてきました。いいですね、シーマス日本代表です。そして中、ギャビン・エドバーズ、これは完全に千葉ジェッツのリバウンド執念を見せました。そして打ってくる、決まりました、富樫、ここは。そして安藤シュートもまた戻ってきています。中通って竹内、ジョージのスリーポイントが決まりました。いや、この辺りもお見事、竹内康介、うまいシュートになりました。これはまた大きなシュートですね。そうですね、パップフリーになっていた、張本決めました。いや、感動ポイントにはいけません。そして自分でいきます、絡まる、おお、さすが決めてきました。体が大きい、これ決める、ここをうまく活かせるかというところで、またすぐさま打ってくる、決める、最後体勢崩れたんですが、さ、竹内康介、もう一回、今度はスリーポイント決める、竹内康介、ここは走る、これがベンドラメ、ベンドラメが最後決め切りました。フランタの3戦目、日本が76対50で勝利して締めくくりました。1ヶ月を切った東京オリンピックの戦いに向けて、準備期間という中津